はい、MC101 の使い方講座1-2どうでしたでしょうか。今回は、その応用編をやっていきたいと思うんですけども、前回1-2でね、説明しきれなかった部分をまず2点説明したいと思います。まず1個は結構重要なんですけど、ドラムトラックの楽器別、インストゥルメンツ、別のミュート。はい、簡単ですね。ドラムトラックを選択、位置を選択してノートボタンを押しながらミュートしたいパッドを押すだけ。このミュートしてるところだけね、ちょっと暗くなりますんでね、わかりやすいと思います。これが一つ目で、二つ目、このフレーズがあると思うんですけども、それのね、再生方法をいろいろ変えることができる。まず、シフトをしながら、この矢印ボタンを押すと、おなじみ、ステップレングス。今、64に設定してあるんですけども、違いますね、これ。トラック2にして、ステップレングス8に設定してあるんですけども、実はね、この、シフト矢印の項目はですね、他にもスケールだとか、モードだとか、シャッフルとか、いろいろ項目があってですね、ステップレングスは、その、ループする長さですよね、ステップ数。で、このスケールっていうのは、これね、変えてみるとわかりやすいんですけど、今16分の1で通常です。再生しながらどんどん変えていってみます。なんか倍速になりましたね、32分の1で。みたいな感じで、要は例えば32分の1に設定すると、ブルーって倍速になったと思うんですけども、今ね、このパッド1小節が32ステップ並んでる、16ステップ並んでる状態なんですけども、まあそれが、32ステップになると思ってください。ただその代わり、ステップレングスでは、128ステップが限界なので、最大8小節だったところが4小節になるよっていう考え方です。なので、このスケールを8分の1にすると、8ステップで1小節やるよっていう意味合いになってきますんで、最大128ステップで、16小節鳴らせるよと。その代わり細かい、刻んだ打ち込みはできませんよっていう感じになります。次、このモード。一回16分の1に戻しますね。次、モード。FWD ってな、かっこいい名前ついてますけど、これ通常、REV、要はリバースですね。次に
このように、再生する方向、向きですね。通常に普通に再生するか、逆回し。まあ厳密に言うと逆回しではないんですけど、逆から再生するかっていうのを、ここで選択することができます。このランダムなんかすると。まあちょっとくしゃっちゃってよくわかんないんですけど、このね、僕よくやるのが、通常再生で打ち込みますよね。で、あんまりかっこいいフレーズじゃねえなと思った時に、まず消さずに、このね、リバース試してみるんですね。そうすると、かっこええやんみたいな感じになることが多いです。実際このフレーズに関しては個人的にはリバースの方がかっこいいかなと今更ながら感じてますけども、これはね、困った時のリバースみたいな感じで覚えておくといいかもしれません。シフトをしながら矢印の項目の中にあります。で、あ、戻した。このシャッフルっていうのは、ちょっとね、知識のある人だったらわかると思うんですけども、フレーズを、まあ、簡単に言うと、厳密には違うんですけど、まあ、跳ねさせる。やってみますか。なんかちょっと跳ね、わっけっけ、わっけっけ、みたいな感じで跳ねてきてると思うんですよね。プラスにすると、どん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 こう、なんだろうな、お祭りっぽくなってくるっていうか、ちょっと語彙力ないですけど。これまたね、シャッフルによってフレーズがガラッと変わってくるんで、アシッドハウスだとか、そういうのをやりたい人なんかは、どん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 シャッフルさせて、いい感じのフレーズ生み出してくれたらいいなと思います。以上ですね、前回、説明しきれなかった2点。この2点は結構重要になってくるので、覚えておいてください。で、今回、応用編とは言っても、そんな難しいことはしてません。まずは、今聞いてもらったトラックなんかは、実は事前に僕がサンプリングした、声ネタが入ってます。MC101 本体ではサンプリングする能力っていうのはないんですね。ただ、SD 取り出してパソコンにぶっ刺すと、そのサンプリングフォルダっていうのがあってですね、そこに例えば SP404 だとか、そういったサンプラーでサンプリングした音源をですね、ぶっ込んであげると MC101 で使えるようになります。使い方はもうめっちゃ簡単。いつも音を選ぶサウンドモードですね。で、いいってやって、普段はプリセットから読み込んでるんだけども、2個下。このウェーブファイルっていうところから、自分がサンプリングした音を、いつものプリセットから呼び出す要領で使うことができます。しかも、音階もつけられると。
なんで、猫の鳴き声で猫踏んじゃったも弾けるという、結構ね、今日、サンプリングした音を使えるっていうのはかなり強力な、機能になってきますんで、一気にですね、MC101 の、なんだろう、ポテンシャルがアップしたなっていう気はしてます。なんで、どん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 サンプリングしてですね、これに読み込んで、オリジナルの音を作っていくといいと思います。しかも、通常の、プリセットと同じようにシフトをしながらサウンドで、サウンドセッティングで、同じ項目をいじることができますんで、サンプリングしたのをただ再生するだけじゃないよ、それをなおかついじれるよ、エフェクターもかけられるよっていう、かなり良い子ちゃんな感じになってます。で、サンプリングを読み込めるっていうことは、実はこのトラックだけ、1と4がリズムトラックになってます。で、このトラック4、まあパーカッション的な音が鳴ってると思うんですけど、これはすべて僕がサンプリングした音です。実は MC101 のリズムトラックはパッドごとに別のサンプリング音が設定できる。なのでもうね、完全にオリジナルのリズムマシンが作れると。で、まあそんなね、ゼロから作ってるめんどくさいんで、僕の場合はトラック1を MC101 本体の音源でリズムマシンを作ってメインとして使う。トラック4を自分がサンプリングしたリズムマシンを、パーカッションリズムマシン的な感じでトラック4を使うと。そうすると1と4だけ鳴らしてみますね。みたいな感じで、まあ大したことないトラックなんですけども、実際サンプリング音でほとんど作られてるんで、 MC101 ではの元々のねプリセットでは、出せない音っていうことになります。なんでまあ一個一個ね、リズムトラックに読み込んで自分のオリジナルキットを作ってっていうのはもうしめんどくさいんですけども、講座の 1,2 で言ったようにですね、リズムマシンは結構テクノの命って言っても過言ではないと思いますんで、そこだけはめんどくさがらずにオリジナルのまあパーカッションリズムマシンとかそういうのを作るとまあ自己満足できるよっていうことで、今回言っておきます。まあ実際応用編といってもそこら辺が全てで、あとは前回の基本編で 1,2 で言ったような内容で僕なんかは曲を作ってます。どうでしょう。
結構ね、サンプリングした音をふんだんに使ってるので、若干ね、普通に101単体、まあ単体で作ってるんですけど、サンプリング音を使わない、曲の作り方よりかはオリジナリティが出てるかなと思います。あと、まあ、細かいところで、前回端折ったルーパーだとか、たくさんまだまだ機能はありますけども、まずね、動画の1、2で、今回の応用編で説明した内容で、ある程度作ってみて、まあ、物足りなくなってくるんだろうなと思います。僕なんかはね、もうこれで満足しちゃってますけども、若干物足りなくなってきたら、まあそこまで、ここまでできた人であれば、SNS なり、説明書なり、いろんなものを見て、学んでいければ、もっともっとね、このグルーブボックスを活用できると思いますんで、ぜひ、頑張って作ってみてください。以上です。